バーサマさんっぽい気持ちいいなあ,あ、無人販売所だ。取れ立て,て野菜買っちゃおっかなうん、最悪だよ。なんで逆さまにした誰も買わねえよ、このアイス。これ売ってる人相当いっちゃってんな。うん、これ絶対盗まれるわ。金塊を無人で売るな。金塊強盗される気満々じゃねえか。ま、さすがに防犯カメラはあるか。故障してるんかい。自ら故障をばらすなや。 さて帰るかスルーするなワカな。なんだよめんどくせえワカなの笑顔のためにお父さん朝5時から待機してたんだぞ暇人かよく通報されなかったなお父さんお買い得でしょ120円私野菜買いに来たの今はお父さん必要ないワカな。一緒に散歩しようよやだ一人ででで歩くく新しくできたパフェセンモーテルもついでに行こうよまあそれなら 渡島。もー俺もー。急に増えんな。オッケー、オッケー、若菜の大事な友達だ。みんなでパフェをご馳走しよう。ありがとうございます。あの店の三千円のギャラクシーデラックスパフェ。食べてみたかったんだよねー。三千。僕もそれちよもずるよ。渡島。俺もー。まくま。え。<noise> 今日は友達5人でパフェ専門店に来ました。そしてなぜか私のお父さんもいます。ひなぎちゃんパパ、本当にご馳走してもらっていいんですかオッケーオッケーサメだ何でも処分してくれわーい私は予定通り3000円のギャラクシーデラックスパフェにしようっじゃあ俺マツコデラックスにしよう。売ってねえよマツコ。売ってたら怖えわ。じゃあ僕はミッツマングローブを3つだから売ってねえよ。パフェにありそうな名前だけどさ。ミッツマングローブ。や僕は1個は1個で。もうお姉はええー、って。謎のお姉シリーズやめろや。私はひらぎちゃんと同じギャランドゥデラックスパフェで。じゃあみんな私と同じギャラクシー ひぎちゃんパパ大丈夫な,なーに <laughs> お父さんこう見えて結構稼いでるからいや余裕あすいませんはいギャラクシーディラックスパフェを5つあすいませんそちら今日売り切れでしてえそうなんですか売り切れでよかったーパフェで1万5000円はえぐいて今月のお小遣い 心の叫びめっちゃ聞こえてんだけど。ギャラクシー・デラックス・パフェは売り切れですが、1個1万円のアルティメット・パフェならご用意できます。1>, 1万円これインスタで話題になってただややめっちゃ美いしそう。俺もそれにしよっかな。僕も僕もみんな遠慮しなよパフェで1個1万円はやべえよねえ、ひらぎちゃんパパ。遠慮しなさんなみんな1個ずつ頼んじゃって <laughs> なんかテンションバグってねでもさすがに5万円はお父さんこう見えてお金持ちなんだから普通のサラリーマンだろう。サラリーマンをなめるんじゃない君たち高校生に比べたらお父さん100倍金持ちなんだぞひいだぎちゃんパパかっこいいよっイケメンよいしょどっこいしょあれやった破産するよまた始まったよバフで5万はイカれてるよな のの中に叫んだら聞こえななも思ってんのかなアルティメットパフェは相当大きいので一つをみんなでシェアする方がよろしいかとそうなんですかじゃあそうしよっかままあ、お前払うぐらい晩飯前なんだが大きすぎるなら一つでいいか何日々目ぇ張るのただ注意点が一点ございまして万が一残すことがありましたら罰金5万円となりますなーに食べ盛りの高校生や5人もいるんだ余裕のよしおくんだよお待たせいたしましたこちらアルティメットパフェですでかすぎー 先ほども申し上げましたが、残したら罰金5万円ですので。5前だー死ぬ気で食えー、ぶっ壊れて草。ええー、完食。大満足だね。男子みんな、食べ過ぎて廃人になっちゃった。なっけないな私まだ腹3分目だよ。だけもんか。1万円盗んでよかったー食べで1枚も相当やべえよ。割と余裕だったから、もう1個いっちゃおうかなーもう勘弁して。ジングルベール、ジングルベール、おならなる。 クリスマス村だよ。メリークリスマスだろ。誰だお前マンタだよ。サンタだろ。マンタは魚だよ。俺が欲しいものはピカチュウだ。ちゃんとピカチュウ持ってきたか。もちろん持ってきたよ。たけしたけしはいらねえよ。せめてサトシを持ってこい。俺はピカチュウが欲しいんだよ。ごめん。間違えたよ。はい、ピカチュウわーい。ピカチュウのぬいぐるみの画像だいらねえわこんな俺でも印刷できるわ。せめて本物のぬいぐるみを起こせなんて冗談だよ。行けよ。ピカチュウピカ。 騙されてくれてよかったよ。よし、ピカチュウ、あの金髪サンタに十万ボルトだ。ピカ、ピーン。ピーカー。気持ちいい。ピカ。サイコパスか。二人とも、私のい,いとこのためにありがとう。ジャックさん、来年もサンタよろしくね。オッケーだよ。ヒイラギちゃんは引き続き、毎日ピカチュウよろしく、断るピカ。<シ><シ> 俺の人生今日で終わりだ何があったか話せ <laughs> 年越し蕎麦買い忘れた食ったらねそんなことで泣きわめくなそんなことを年越し蕎麦を食べないと年を越せないだろ余裕で越せるわ蕎麦食わんでも勝手に越すわ年越しまであと15分年越し蕎麦は年を越す前に食べるのがリールさあ人生詰んだ大げさのげさちゃんか誰だよげさちゃん今からコンビニ行けば俺は17歳設定だぞ深夜に出歩いたらコメント欄で叩かれるだろうメタ発言やめろじゃあもう諦めて寝ろ今蕎麦を食べなきゃ俺は2023年を永遠にさまようこと それはそれで楽しそうじゃん。おいマジかよ。見つけたぞ。深夜でも出前してくれる。怪しいそばや怪しいんかい。値段を測達料金の深夜料金をプラスして7500万。ったっけそれぼったくりだよ。絶対やめとけ。もうネットで注文した。決断早えよ。これで俺の人材さん三320円だ。破産寸前ワロタんたン。よっしゃ、無事届いたぜ。あと5分で年越すぞ。早く食べろ。間違えてカツ丼ン頼んじまった。バカなのか。 今日はおじいちゃんにおとしをももらいに来たよ。おお、ジャクソン、元気にしとったか。元気だよ。おとしくれよ。ストレートじゃな、寝、ね、たるの早いし。ほれ。ありがとうだよ。バイバイだよ。金だけもらってすぐ帰るないやお久しぶりふでやんそう。誰じゃ。あんたの孫のデカプリオでやんそう。はて、わしにそんな孫おったかのいたでやんそう。おとしもらいに来たでやんそう。はいはい、おとしね。ありがとうでやんそう。バイバイでやんそう。だからすぐ帰るなどうも、あなたの孫の大谷翔平ですよ。大谷 わしの魔法じゃったんかそうですよ。もしはボケて、翔平が孫だったことまで忘れてたなんて、でも翔平が孫で誇らしいよ。お年玉じゃ、またホームラン期待してるぞ。ありがとうございますじゃあ、エンェルスタジアムに帰りですバイバイですあれ、確かドジャースに移籍したんじゃろそうだったよ。おいじいちゃんなんじゃこれ中身偽物じゃねえか <laughs> ジャクソン、わしがボケだとでも思ったか <laughs> 全部お前だって気づいとるわい。すげえお前変わらずクズじゃのこれ、本物のお年玉じゃ。ありがとうだよ。マシ以外の親戚はみんな海外であえんからな。今年は多めの二万円じゃ。 今週の掃除当番は教室か。移動しなくていいから楽だな。よしみんな掃除の役割決めしようしようしようじゃあ俺は髪の毛拾う係やるわ。私は鼻毛拾う係。僕は陰毛拾うよ毛で役割分担するなそんなに毛落ちてねえわ意外と落ちてるよ、陰毛探すなやっぱ俺、天井磨き係やっていい。聞いたことねえわ、天井磨き係。いや、天井磨きは僕がやるよいや、私がやるいや。 僕がやりますよ。どうぞどうぞ。なんでだよ。一番めんどくせえよ。天井磨きそうだ。やっぱり私みんなを応援する係あるね。いらねえわ。応援するなら掃除しろ。じゃあ、俺は掃除頑張ってる人を褒める。係おめえが掃除しろ。僕は怠けてる人を煽り係かやるよ。それは適任だわ。それなはあまさか掃除やってないからって残りさせられるなんて理不尽な世界だね。いや、私たちが悪いけどさ。じゃあ掃除はさっき決めた。役割なオッケーだよ。フレーフレーヒーランギ。うさみちゃんと応援してるな。偉いぞ。 はい今日は藤山先生がお休みなので私セトがこのクラスを担任します密着命令遅刻してすいません羽川くんこれで遅刻5回目で放課後特別指導するわねはい喜んでえセト先生の特別指導はむしろご褒美5回目の遅刻を追わずと教することによりセト先生から特別指導される作戦さ思い通り思い通り思い通りんジャクソン君今すぐピストン運動をやめなさいやめないよあなたも特別指導されたいのされたいよ え瀬戸先生にしごかれたいです。しごきはしないけど。じゃああなたも、課後特別指導室に来なさい。はいありがたき幸せ風間くーん、どうして裸なの今日寝坊して、着替える時間がなかったので、遅刻しないようによく頑張ったわね。え僕も特別指導ですよねその必要はないわ。そんなー僕も瀬戸先生に罵倒されたかった調教されたかったこんなのってないよ あのなんでクズ山先生が今出張から帰ってきたんだそれでは特別指導を始めます羊が六が6701匹羊が六が6702匹やばい明日の遠足が楽しみすぎて寝れないもしもし助けて羽ねかどうした寝れないの知らねえよ今夜中の3時だぞどうやったら寝れるかな羊でも数えたら6千。0 数えすぎだわ羊6000匹超えたのこの町でお前ぐらいだよそれほどでも俺が代わりに羊数えよっかえいいな俺羊数えるの得意なんだよねどんな得意だよじゃあお願いするわ羊が6703匹寝れねえわ気持ち込みすぎてうるせえんだよもっと眠くなるように頼むわオッケーオッケー羊羊羊羊羊羊大家族数えろお前寝かす気ねえだろ <laughs> お前が寝るな マツコが7386人あ,あもしじゃんか羊は寝れなくてマツコダラックスにしたけど寝れなかったみんなオッハーお前どうしたその格好そりゃ遠足だからお前だけ海水浴でも行くんか今12月だぞキャッハー完全に徹夜明けテンションだなてかさひらぎ何遠足明日だよおやすみなさい美術室早く来ちゃったなあっこれなんかすごそううわっうわ、えー、翼が折れちゃったこれ美術の新、ね、見先生が作ったやつだよなどうしよういけないんだいけないんだケイ

心配した後に歌うな誰だって失敗するさ安心しろ平木。俺も一緒に謝りに行くよ羽川いけないんだいけないんだいみんなで謝るわありがとう先生ごめんなさいこれ壊しちゃいましたこれね。破壊された無残な姿こそがこの作品の完成形芸術は爆発だマジっすかいやしかしこれはもう私の作品ではない君の作品だなんでだよ金賞を取ったぞ 今日はティッシュ配りのバイトをやります。ティッシュいかがですかティッシュいかがですかティッシュいりませんかいらないです。ダメだ。誰ももらってくれない。その前100個あるのに、混ぜて心折れそう。はい俺を笑わせられたらもらってあげるよ。本当ですかでは、第五のウィッシュやります。ティッシュなんか反応しろやよ、ひらぎ、差し入れに来たぞ。かわ寒くて鼻水出ると思ってさ。 ティッシュ。いらねえわ。今ティッシュあり余まってんだよ。てかひらなんでティッシュ一枚ずつ配ってんのそれがティッシュ配りでしょ。ちげえよ。ポケットティッシュごと配るんだよ。えそんなわけないでしょ。丸ごと配ったら赤字じゃん。じゃあ中の紙を宣伝して儲かるんだよ。社長ティッシュは一枚ずつ配るんですよね。いやいや、丸ごとっすよね。いや、ダンボールごと配ってください。ダンボールハンバーグ師匠か。ダンボール師匠だ。これ一箱何個入ってるんですか五百個入ってます。大赤字じゃねえか。ノルマはダンボール8箱ね。無理だわ。さっきよりもらってくれねえわ。じゃあバイ ティッシュいりませんか ?500 個入ってますよ。僕欲しいです。あ、ありがとうございます。おいらも欲しいでやんす。ありがとうございます。どうぞありがとうでやんす。めっちゃもらってくれるじゃん。